毎度、金太郎です。毎度、大志です。はい、君が喋ろみんな報告者が誰だ9月27日、埼玉スーパーアリーナライジン25、24、出ます。出場決まりました。いやー、やったよな。しかも今回地上波ありますから、フジテレビで。そやな、うん、どうなんねやろな俺は、うん、まあ映るかどうかわからないけど、まあ、でもまあもちろん、うん、裸やったら映、うん、られへんと思うねんな、うんうんうん、しかもそのまあライジン2戦目っていうこともあって、まだ成績的にもそんな言ったらその有名な選手と違ってまだそんな結果を出せてないやん。それで言ったら地上波の枠に出れるかっていうところやな。でも例えばさ、めちゃくちゃいい試合しました、めちゃくちゃいい KO1 本勝ちできたってやったら一瞬使われる可能性だってあるやん。まあそうやな、そう、うん、俺はそういうのも狙ってる、うん、今回は、まあ、生中継であれはまあそうやな、なかなか難しいかもしれんけど、試合したらそら放送されるそうやな、うん、上は気になる。いやどうなんやろな、ラッシュガード着用するかも知らんし、まだはっきりとはまだ言われてないねんけど、ラッシュガード来たりできるっていうのは、うん、まあちょっと、あの聞かれたりとかは、うん、あったみたいで、そう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 。でも俺はもちろん別にこれからのこともあるから、別に来たからといって何かあるかって言ったら別にないやん、ちょっとまあ汗で滑れへんからさ、寝技が逃げにくくなったりとか、そういうちょっとしたことはあるけど、しゃあないからさ、もう、まあ、そこは別にあんま気にしてないかな、まあ俺は一ファンとしても、まあ、格闘家やねんから、どんなタトゥー入れ墨が入ってようが、まあ、そこに出てくる実力があったら、テレビ映してもええやんっていうふうに、まあ、外国人選手だったら普通に映ってますからね、だからまあまあでもそこはまあ俺も思って、まあ、それでな出してくれるんなら、まあ、そこは別に来たらええんちゃうかって。でも逆に来さされてまでテレビ出るって、お前そんな山本キッドさんぐらいやん、ここで言ったら。しかもさ、総合なんか普通聞いひんもんやから、そうやな、うん、それでまあ出たら出たらで、それはそれでまあおもろいかなっていうふうに思うから、う、まあ、プラスに考えたら全然世界では認められてないからな、そうやな、 UFC とかでも絶対上来たあかんし、まあ世界的に見てもまあ珍しいやな、総合格闘技でやっぱ肌がこう上触れ合うのに上に男子が着用するっていうのは、そうやな、まあでもそれでも出て知名度が上がったり、こうでみんなにより認められる選手になっていったりすれば、全然いいかなっていうふうに思うな。そうやな、一番今回この動画を出したきっかけは、そのライジン決まりましたっていうことより、俺言ったら子供みたいにさ、俺結構わがままやんほんで言ったらちょっと不安になったりしたらさ、こう好きかって言ってまうやん俺。 SNS な、そう、ぼやいとんだ。 SNS でこういろいろこういろいろ言いすぎて、こういろんな憶測とかがいろんなことを言われて、まあ逆にその良かったこともあれば悪いこともいっぱいあって、そうそうそう、みんなが勘違いしたりとかもあったりとかで、それよりもみんながツイッターとかでファンの人とかが次のライジンを絶対出したいみたいな、みんながこう署名的なことをしたりとかすごいやってくれたわけやな。だからそういう声も届いて今回試合に決まったと思ってるから、やっぱりその俺だけの力じゃなくて世間のファンの人が、まあそう、人たちがこういろいろこう一声言ってくれたおかげで、それが数となってすごいでかい大会にメガイベントやからな選ばれたんやろうなっていう、まあすごい感謝の気持ちと、選ばれたからにはこうみんなが押してくれて選ばれたからには勝つことは絶対やけど、やっぱりみんなが見せられへんような試合をしたいな。そやな、相手も KO アーティストや、相手は滝沢健太選手ですね。パンクラス、金太郎と同じパンクラスっていう団体で取ってランキング1位の選手で10勝 8KO かな、いや成績見たらすごいこの勝ち星多いよな、んでまさにもうストライカー、だから今回まさにストライカー対ストライカー、そうやな、いや絶対一番おもろい試合できるんちゃうかなって、ほんまにストライカー同士だしな、そうやな、一番派手な試合をできるんじゃないかなって、みんなが見たいような、みんなの印象に残ってみんなが変える、俺らの試合が一番みんな覚えて変えると俺は思ってるから、それぐらい、それ、まあ、そういう、まあ、相手やな、
向こうもずっとライジンなんて出たかったやろうし、すごいアピールもしとったし、うん、まあ、選手としてもすごいおもろいし、うん、まあでもパンクラスで次金太郎が、まあ、シューバー選手が日本に来られへんから暫定王者をかけてやったり、うん、次もし試合すれたら滝沢選手かなっていう、あ、もう俺らも予想してたよ、うん、そうやな、絶対来る、うん、もう絶対その次パンクラスやるとしたら自動的に、うん、絶対滝沢選手やろなっていう話しとったやん、うんうん、だからそれが言ったら、うん、ライジンでっていう形だったけど、結局そのパンクラスのタイトルじゃなくて、うん、ライジンでワンマッチでっていう感じで組まれたけど、うん、どっちにしても絶対さ、うん、やらなあかん相手だったから、うん、せやな、ここではっきりしようかと、うん、せやな、うん、ほんまにこれ勝った方が、うん、パンクラスの暫定チャンピオンみたいなもんやから、いや、そりゃそうやと思う、うん、去年言ったら同じ年にな、言ったら滝沢選手がさっきシウバ選手に、うん、あのタイトル挑戦して、うん、1ラウンドで1本負けして、そでお前がその半年後ぐらいに挑戦して2ラウンド1本負けしてるから、うん、って言ったら同じ王者に敗れたり、ほんで滝沢選手を去年1勝、うん、まあいろいろあって試合1回しかできてないやろうけど、うん、1勝しょって、ほんでお前もその後1勝で、そうやな、お互い一緒の立場やね、そうやな、同じような成績、うん、ちょうどいい、うん、この 2、3年は、うん、同じような成績やから、うん、一番やらなあかん相手やなって思ってるな、うん、ファンクラスファンの人からしたら、うん、もうバンタム級の前たちシューバーが来られへんから、うん、でどっちが強いねんってなったらもうあとはもう滝沢選手と金太郎っていうしかおらへんと思うから、うんうん、そやな、まあでもすごい面白いカードで、うんうん、まあ、向こうも相当気合入ってくると思う、格闘技ファンは多分分かる試合や、うん、うん、そやな、ライジンもまたおもろいちゃんと強い選手連れてきよったなっていう、そうそうそう、あ、まあすごい今回気合入ってんな、うん、なぜこう急遽決まったから、うん、そやな、やっぱり普段からの練習はかなりやってんだから、うん、準備がどれだけ大切かっていうのに、うん、まあ改めて分かったな、せやな、うん、まあ諦めずによかった、うん、諦めずずっとやっぱ、うん、お前もその辺はまあ見てる、たっぱって見てる人は関係ないかもしれない、うん、ずっとこの試合があるかどうか分からん状態で、うん、コンディションも作ってきて体作っていたから、せやな、まあ、それが報われて俺はすごい良かったなって思うし、うん、ほんまに俺からしてもすごい、俺の方とかにもすごい温かいファンの人からの、うん、あの金太郎選手応援してますみたいな感じで、絶対待ってますみたいな感じで言ってくれたから、うん、ほんまファンの人がおっての金太郎やなと思って、ほんまにもうやっぱ YouTube 見てるファンとかインスタとかツイッターとか応援してくれてるファンの人ありきやから、うん、ほんまありがとうございます、ありがとうございます、うん、っていう感じで、うん、たまたまやねんけど、うん、あの今俺座ってるやんこれ、うん、今回からヨギボが、うん、スポンサーなってんねや、しかもメインスポンサーやな、しかも俺これ言ったらヨギボでフルセット、うん、なあちょうどそうそう一緒に買いに行ったよな、まあ、ナムパークスと一緒に買いに行ったもんな、そうヨギボスポンサー、え次のここにヨギボもう一個置きたいねんけど、うん、あの今回からライジンのメインスポンサーがヨギボさん、うん、金太郎が買ったらちょっとヨギボプレゼントお願いしますいやほんまたまたまだこれだ、ヨギボなこれ、うん、すごいねこれ、人をダメにするソファなあ、もうこれでもうずっと俺なあ、でも練習で疲れたりしたらやっぱヨギ棒でこうやって出たら寝て、ね、癒されるんだよ、これずっと寝てるからこれ首にめっちゃええの、あと俺がその言っときたいのは、うん、まあこれでは言わんと分かると思うんだけど、うん、やっぱりなんやいろいろ言われてん、出会う理由はやっぱお前が反社絡みがあるとか、うん、まあ、それをすごい言われたけど、まあ皆さんほんまに出るってことはもうこれで完全にないってことやから、せやな、うん、そこはちゃんとみんなに分かっておいてほしいです、うんうん、ほんまに反射やったら次なフジテレビもついて生中継もあってテレビ映るかもしれへんね、そんなやつ出てこられへんからっていうか、うん、どこからがどうでとかさ、うん、やっぱりもうややこしない今のユニフォーム、うん、もうめんどくそんなん言い出したらなめんどくさいし、うん、どれがさ、どんな人がなんかさ、うん、分からへんしさ、いやほんまずそれが原因で今回出られへんかったとかじゃなくて、うん、普通に俺選ばれへんかってさ、うんうん、言ったら俺拗ねてたよ、うんうん、まあ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 、うん、まあいろいろあるけど、うん、結果こう出してもら、うん、出れるっていうことはさ、うん、ちゃんとこう、うん、ファンの人とかがこう追ってファンの人が押してくれたからまあ出れてんねんけど、うん、もし人気なかったら終わってたかないやでもほんまに怖いな、世間の勝手な憶測とかって怖い怖い、ほんまに怖い、決めつけがすごいから、決めつけすごいし、うん、いやでもほんまに決めつけんのってよくないかな、うん、ちゃんとそいつ裏取ってほしい、そうちゃんと下調べをしてもらいたいな、はっきり言うたさ芸能人ありとちゃうねんから、うん、こいつごときで
ちょっと反射と写真撮ってたからとか言って、そんなんで出られるとかないで、ほんまに。うん。じゃあ、この前のリングアナ、誰来ました？宮迫さんですよね。宮迫さん、過去に何しました？で、もうそうなってくるやん。だからもう、金太郎ごときで、そんななんかちょっと反射と、もちろん絡みは一切ないけど、うん、なんかそんなちょっと写真撮ったらどうちゃらこうちゃらそんなないし、本人なんか何もずっとあれへんねんから、うん、であとさ、うん、残念なことやねんけどさ、何、うん、今日うん、確認しときたかって、うん、まあなんかこう前回の大会、うん、前回の 2Day 横浜大会な、そうそうそう、うん、あの時にさ、うん、なんか前と雰囲気違ってさ、うん、セコンド2人しかおらんかったやん。ほんで今回の、うん、メガイベントやからさ、うん、さすがに3人セコンドおるんかなと思って、うん、今日まあちょっといろいろ方向で確認したら、うん、セコンド2人までやねん。だからお疲れ。え、いやだからセコンド2人までや。だから大地くんと佐藤コーチ2人しかできひん。で、うん、パスあるやん、うん、パス、うん、パスは言ったら稲垣さん、稲垣さんやで1個しかないでパス。だからパスも2枚出るやろ。出えへんねん、1枚。だから4人のパスしか出んね、俺でセコンド2人分パス1個だけだから4人しか使われへん。だからチケットで、チケットもうほぼない、全部ないねん。でも言ったら2万円の席だけなんか余ってるみたいな。ちょっと待って、それちょっとドッキリやった。嘘やろ。いやほんまやねん、絶対嘘。ドッキリここまで来て、いやもうこういう挨拶も皆さんにLIVE24 出るからありがとうございます、よろしく、俺応援よろしくお願いしますっていうあれやのに、うん、そういうのほんまにいらんで。そうそう、ドッキリ、ドッキリ、ドッキリ、よかった、嬉しい。いや、ほんとどっち、ドッキリやって、ドッキリやんな、さすがに、しょうもない。でも、今日詳細来てて、うん、ほらえぐいてえ、ガチやん、ドッキリちゃうやん。ちょっと、えって、お前にして。いや、もう、ちょっと見たやろ。出られへんねん。は？は？いやお前なんか言ってたよ。25日金曜日から新大阪出発するから開けるじゃん。出発するよ。え？出発するってなる。え、ちょっとちゃんと俺は25日から、試合27日やん。2日前から埼玉に俺入りすんねんな。お前開けといたらちゃんとお前言ってきたよ。うん、言ったよ。え、だから行く、いやだから行くやん。一緒に埼玉行く、ホテルに戻り入る、で、まあ、調整する、水抜き減量する、それ手伝う、うん、え、当日タクシーで。え、だから、バス来るやん。お前、先日とか、セコンド乗ったら、バス、みんなホテル迎えに来て、で、その会場行って、もうファンの人が待ってるところを降りていくやん。うん、え、だから、ファンとか待ってるところ降りていくやん。うん、でも、それには乗られへん。エゴいてちょっと、ほんまにエゴいてちょっと、ほんまに言うてる、めっちゃ笑ってしまくだよ、お前。ほんまに言うてる、そうやで。だから、大志今回は、浜松の時、3人でさ、うん、俺、大志くん、佐藤コーチで、3人やったやん。うん、大志はさ、もうタイマー係やったやん。うん、で俺の横におってメンタルをケアする係やったやん。うんうん、そうそうそう。うん、でも、もう今回2人やから、もう誰省くってやったら大志省くしかない。いや、そら、そらな、わかるね。そら、北方大地選手と、佐藤コーチ、お前のコーチ、うん、そらそうやけど、うん、もうエゴいて、大地。ちょっと待って、何のために頑張ってきたかわからん。俺勝つや。勝つん当たり前やから。ちょっとほんまにだるいねんけど。だから今回セコンド疲れへん。会場入りする手前の手前まで一緒におって、ホテルも一緒におるわけやん。そう。で、計量とかもあるわけやん。うん、まあ全部一緒にやって、うん、頑張って、うん、ほんで、会場行くときにバイバイって言って、俺客席おる。うん、2万円の席、うん、エゴいてーよ、ほんま女の子に言うてもだで、生中継映るかもしれんが、見てやで、インフラしまくってるんで、どないしてくれんねん、お前ほんま。しまっこで、めっちゃ熱いやん。27日日曜日、フジテレビで生放送まで、まあ、ワンチャン映るかもしれへんから、俺セコンドやからとかで、めちゃくちゃ言うてんねんけど、俺。まりエグいな。え、ほんまりエグいってめっちゃダサいやん、俺。ちょっと待って。ほんまにエグいって。ほんま恥ずかしいって。めっちゃ言ってるって、お前。しゃれないやん。エグいてほんまに、だって、笑ってるけど、ほんまほんまやんな。ほんまやん。詳細見たやろ。ほんまに、ちょっと待って。え、ほんまに言ってる、ほんまやって。どうするの、誰か助けて。あれ舞台に。ちょっと待って。埼玉スーパーアリーナや。え、俺めちゃくちゃ喜んで、言うたら。携帯触んなって、お前ほんま。
意識何溜まってるの？何今まで溜まってたの？おもろいなと思ったやろ言ったらいやほんまにちょっとえぐい、ほんまにえぐい。 YouTube 頑張るしかない、芝生だもん、ね、もうやる気失ったほんまもう。や大志、俺は格闘技頑張るしかない。大志は YouTube 頑張るしかない。頑張れ、頑張れ、もう行けやん。え、客先俺、客やって誰だお前が客、お前しゃもうえって友達とかに見に来たりとか言ったら友達とかが、俺セコンドやから、まあ、お前ら誰と行くか決めたとか言って、え、俺仲間入れてくれへんって言う今さら。恥ずかしいって下手しい一人やん。下手しいしかも2番の席やろ。ほんで、ほんであれやろ、あのズームとかさ、写真とか撮られてんね。大将ったとかやセコンド組だったとか言って、もうエグいて、ちょっとお前恥ずかしいって。ハッシュタグは大志組だった。決まった時一緒に止められて喜んだよ。あの時どう思ってる、あの時知らなかったの、あの時知らなかったな、った知っとったらぶっ殺してるわほんま。決まった瞬間飛び跳ねたもんな、うん、一緒に子供みたいよっしゃー言うてさ、うわーだって一人前一応頑張ってきてさ、目の前で見たいや、2万円の席で見れるやん。2万円の席やったらいいんですよ、10万の席にしてや。もうないねんて。ないよな、すごいよな、売り切れて急にマジで。やっぱその会場がね、どうしても人数の規制があるから、もう売り切れとかでなかなかやっぱ会場来たくても来られへん人はおると思うし、テレビ中継で、まあ、金太郎が打つかどうかっていうのは、うん、正直まあ絶対勝って活躍するのは間違いないけど、うん、まあ打つしてもらえるかどうかはちょっと分からへんから、うん、BBV の方を買ってもらって見てもらったらな、うん、ええなっていう感じです。これな、このヨギもさ、うん、偉そうに座ってるように見えねんけどな、うん、めっちゃ沈むねや、グニャーンって。そうなんねん、そう、グニャーンってなんね、吸い込まれんねん。俺にちょうだい、じゃあ新しくもらったら勝利者賞でお願いします。こんな感じ、まあ、まあ、ほんまに見たら、うん、みんなのおかげで金太郎があると思うし、うん、もちろん当たり前やけど、うん、24、次のライジンメガイベントは、うん、埼玉スーパーアリーナで絶対頑張ると思うんで、皆さんどうぞ応援よろしくお願いします。いつもありがとうございます。チャンネル登録お願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。エグいでー。